はい、明けましておめでとうございます。今年もこの河合幸典の、古代エジプト、YouTube、チャンネルぜひよろしくお願いします。で、新年一発目はですね、ピラミッドを極めると称して、これまであの YouTube の方でアップしてきた、まあ、私の専門である大ピラミッドですね、これを一気にまとめて紹介したいと思いますので、ぜひお正月にこちらのところを見てください。では行きましょう。はい、エジプト考古学者の河合です。今日はですね、私が一番好きな、まあ、私の現場でもある、ギザの、ピラミッドに皆さんをご案内しようと思います。私ここ何でしょうね、通ってたんですけどね、まあ、16年間エジプトに住んでいて、ピラミッドから車で混んでなかったら20分ぐらいなんで、サラリーマンが会社に行くように毎日ここに通いながら調査していたところです。で、今日はまあこの中でもですね、ピラミッドの中にちょっと紹介しようかなと思います。ピラミッドでかいですよね。現在残っている現存している高さが 138.5メートル、建設当初はこれよりもさらに10メートルぐらい上の147メートルありました。底辺の長さも非常に大きいんですけれど、230メートル、約230メートルぐらいのものになってます。で、東西南北、これほぼ正確に一致して向いています。誤差がまあ多少はあるんですけど、平均の誤差がマイナス3分38秒かな、ぐらいのもので、もう本当に、非常に精密な形で東西南北も向いている、まあ、当時の人々は星とか太陽とか、まあ、そういったものを観測し、それに合わせるような形でピラミッドというのも建てています。まあ、使われている石材の量も230万個から300万個というふうにも言われている古代社会最大の建造物ですね。あと角度の方なんですけれど、角度の方が、51度、約51度50分40秒かな、になっています。こちらのピラミッド、見ていきたいと思います。ピラミッドの方なんですけれど、入り口は北側にあります。北にですね、入り口がありますが、見えるかな、こちらのところをちょっと左の方に、あるのが正規の入り口になります。正規のという意味なんですけれど、こっち側にもなんかこう洞窟みたいな、なんかポコッとしたね、穴があると思うんですけれど、これが、洞窟用の穴になってます。これ9世紀の大使であるアルマムーンという人がピラミッド内部に夢を馳せて、ピラミッドの中には莫大な財宝と、そしてその当時では得ることのできない知識が、あるとして開けた穴になってます。まあ、有名な千一夜物語、アラビアンナイトの中に出てくる歌姫シャーラザートが、実際にこれ日本語でも言いますけれど、ピラミッドについても語っています。まあ、どういうことを語っているのかというと、このピラミッドの中にはいくつもの、30ぐらいの部屋があってですね、まあ、そして、貴重な宝石とか、あと、なんでしょうね、曲げても折れない、ガラス、なんか今で言うとこうプラスチックを彷彿させますが、まあ、そういった物質があるとかね、そういうような話をしています。まあ、それらを求めて支配者アルマムーンが中に入ったというその洞窟用の穴が、今現在は観光客が入れる入り口として、開けられています。周りになんかこう人がね立っているのが分かると思いますが、まあ、こういうのを見てもこのピラミッドの大きさというのが、分かると、思います。まあ、そしてピラミッドに近づくとですね、まず見えてくるのが化粧板の残りです。今現在は表面ガタガタなんですけれど、当時は非常に綺麗な良質な石灰岩が全面を覆っていて、本当に綺麗な、白い、まあ、四角錐、だったのが、こういった後からわかると思います。で、これを見ることで実際ピラミッドがどれぐらいの角度だったのかというのもわかりますし、まあ、底辺というのも本来はどれぐらいの、長さだったのかというのが、わかりますし、あと、まあ、他にもこういった大きな石、おそらくこれは2トンとかそれぐらいの大きさがあるはずなんですけれど、それをどのようにして運搬したのかというのもわかります。考古学って本当細かいところを見ていくんですね。例えばここ、分かるかな、この四角い、
ものありますよね、この四角い赤い枠なんですけれど、ここがちょっとだけボコッとへこんでいるのが、分かると思うんですけれど、これテコを使った跡です。この時代は要はやっぱり人力しかないんですけれど、人力とロープで、あとはソリなんかに乗せて石を運びます。ただここだとソリもあと人力でもロープで引っ張れないですよね。押すしかないですよね。で、押すときにどういうふうにするのかというと、テコを使います。ここのところに棒を差し込んでグッと持ち上げて押すんですね。で、なおかつその時にこういった巨大な石の下にモルタル、それなんかを塗っておきます。するとこう滑りやすくなってピタッとはまって、なおかつモルタルがその後に固まって、これも健康なものになるという、そういった非常にいくつもの何でしょう、知恵を使ってこういった巨大な石というのを運んで、いることになります。本当に考古学はこういう人間の細かい鋭意なんかを見て、当時の人々がどれだけ、知恵を使ってこの巨大な建造物というのを、作っていたのか、その奮闘ぶりが分かるということに、なってますね、そしてこれがピラミッドの断面図になってます。複雑です。大ピラミッドというのはその大きさに焦点が当たりがちなんですけれど、実際この内部構造というのもそれまでにないものであり、それ以後もない非常にユニークな、複雑な構造になってます。一つの一番の大きな特徴というのは、地面よりも上に部屋があるということです。それまでの多くの、王様の、王だけではないんですけれど、人々の埋葬室、いわゆるこう部屋というのは地下にありました。これは当然ながらやっぱり地下に、大地に戻るというかね、冥界、そういったものがやっぱり地下世界とも関わっているので埋葬されたわけなんですけど、これは埋葬室が上にあるんですね。これはクフ王の父親である先王スネフェルの時代からそうなったんですけれど、ここのところでは本当に完全にピラミッドの内部、地面よりも上に部屋があるというのが特徴になってます。で、上に部屋を設けたということで問題が生じるんですけれど、これは当然ながらこの部屋というのが上からの石材の重量によって壊れてしまう、崩れてしまう恐れが出てくるわけですね。そこで当時のエジプト人というのはそれを改善するために、いくつものこれは建築的な仕掛けというのをこう生み出していたんですが、そのうちの一つが入り口にも見えるこの三角形の切り妻の構造体になってます。正規の入り口ですね。ちょうど位置的にはここの四角い枠のところに、入っています。この切り妻の構造体っていうのは何気ない構造体に見えるんですが、当時としては革命的でした。これによって上からの重量というものを拡散して、その下の空間というのを守るということができるようになったわけです。ちょうどこの切り妻の構造体のところに入り口があって、そこから通路がつながっているという形になります。ピラミッド内部の構造体というのは黄金にしてこの切り妻の三角形の、ものが屋根の部分にあって、それによって重量というのを拡散するというような形になっています。で、近年ですね、この実は切り妻の構造体から非常に面白い発見がありました。これは同じ名古屋大学の物理学の、先生である森島さん、という、先生がおられるんですけれど、そのチームが発見したもので、宇宙から降り注ぐ素粒子、ミューオンと呼ばれる、素粒子を使って、人間の体を X 線で透視するように、ピラミッドというのを、これは投資するという、調査が行われました。結果何が発見されたのかというと、この裏から別のおそらく通路と思われる空間が見つかったんですね。これは2017年にネイチャーという学術誌に載せられ、あとNHK スペシャルなんかでも放送し、私も解説として、説明したのでご覧になった方がいるかもしれません。彼らはこの他にもさらに巨大な空間、30メートルぐらいの巨大な空間、未知の空間というのがピラミッド内部にあるというのを突き止めたんですが、これはまた内部に、入った時にですね、説明したいと、思います。
はい、そしてもう一つ実は考古的にというか、これはなんかね面白いものがこの切妻の構造体のところにあるんですけれど、これは落書きです。どんな落書きかというと、普通落書きって言ったらなんか、ね、自分の名前をこうね、まあ、日本語でとか、ね、英語でとか、まあ、ダメなんですけど、ね、ピラミッドに落書きってもう完全 NG なんですけど、結構昔は落書きする人多かったんですね。で19世紀1842年にここに落書きをした人がいるんですけれど、その落書きがこれがこの部分かっこいい、これ見えるかな、ヒエログリフ、古代エジプト語で落書きしてるんですよ。これは当時の、まあ、学者、まあ、偉大なレポルト・レプシウスという、まあ、マスターがいたんですけれど、彼が、まあ、自分のいわゆる仕えていたその皇帝の47回目の誕生日にですね、合わせて書いた、これは記念すべき落書きということになっています。興味ある方はね、日本語でもこの落書きの翻訳が早稲田大学の近藤先生なんかが、ヒエログリフを何だったかな、ここに置いといたんですよね、楽しむっていうね、本の中に出てきたりしますからね、いろいろ本なんかもちょっと紹介していきたいなと思いますけど、ここに書いてあるのでまた読んでみてください。まあ、そして面白いのが、古代エジプトでは通常王様の名前が書かれるところの上にハヤブサが王権の象徴として書かれるんですが、ここはやっぱり、まあ、プロイセンの王様だったということで、ハヤブサではなくてですね、プロイセンのいわゆる象徴であるワシなんかが、書かれてあるところです。まあ、ここが入り口ですが、それでは実際に内部に入っていきたいと思います。これは次回の動画で、今日なんか入れなかったですね、次回の動画で中にいよいよ入っていきます。はい、エジプト考古学者の川です。今回はいよいよ中に入ってみましょう、大ピラミッドの。大ピラミッドの方はお話しした通りに、9世紀の大使アルマムーンが開けた洞窟用の穴から入っています。これがちょうどその洞窟用の穴です。こう無理やりなんか開けられたような全体的な雰囲気になっているのが、わかると思います。ここにいるのはただ観光客ではなくて、実はその前回の動画でもちょっと話をした物理学の森島チームですね。彼らがここに原子核看板っていうこのミューオンを、なんでしょうね、こう集める板みたいなものをちょうど置いてるシーンが、このシーンになっています。まあ、ここがアルマムーンが開けた洞窟用の穴で、彼はまあ当時9世紀なのでツルハシで開けてますけど、ツルハシだけでもやっぱり石灰岩で硬いので、火を焚いてその上にお酢をかけて、ひび割れさせて本当に苦労して開けていたようです。で彼らはそこで穴を開けていくと、いつか通路とか部屋に到達するんじゃないかなということで一生懸命開けていったんですが、その彼らが到達した場所というのがここになります。位置的にはは、断面図、この四角い赤い、ところになりますね。彼らがまず見つけたのが下降通路ということで、先ほどの正規の、前回の入り口からずっとこう地下に、行くような通路が、あったんですけれど、そこを見つけてます。彼らはまずそこのところでずっと地下にこう降りて、行きました。まずですね、その地下の方なんですけど、降りて行って見つけたのがこちらです。未完成なのが分かりますか？完全にこれ石灰岩を削ろうとした跡なんかがありますね。ピラミッドは砂の上に立ってないです。ギザのピラミッドは石灰岩の上に立ってます。これはクフ王の父親である先王スネフェルが砂地の上にダフシュールというところにピラミッドを建てた時に地盤沈下が起こってピラミッドの内部が一部崩れそうになったんですね。まあ、そこをまあ教訓として、クフ王自身はもっと堅固だ、しっかりとした台地にピラミッドを建てなければならないということで、ギザ台地、石灰岩の岩盤の上にピラミッドを建てたということになっています。そのためにピラミッドの地下に部屋を掘るときには砂ではなくてその石灰岩をくり抜いていかなければならないという非常に大変な、作業になったわけです。ここに到達するまでも実はめちゃくちゃ大変なんですね。ちょうどこちら断面図になってこの赤い枠なんですけれど、入り口からこれ105メートルぐらいずっと
通路を降りていくんですが、またその通路も狭いです。高さの方がですね、1.2 メートル、横幅も 1.05 ということで、1メートルぐらいしかない狭いところを105メートルずっとかがんでいくのでね、実際に私もよく入りましたけど、腰が痛くなるような半往復すると、形になってます。で、おそらく、あと、こういった理由もあって、地下の間っていうのは、放置されています。この時代、王の遺体というのを、上に上に、天に天にと盛り上げるという、持ち上げるという思想が、生まれています。王というのは、アラビト神であり、太陽神であるために、冥界ではなくて、上に太陽のもとにということで、現実を持ち上げていく。こういった思想とも絡んで、地下の間というのはおそらく放棄されたんだろうと。ここのところはそのために全く使われなかったか、あるいはこの荒々しい内部というのが冥界を表す象徴的なものとしてピラミッド内部に残されたのではないかと考えられています。考古的にあと面白いのは石の掘り方なんですけれどね、この時代どうやって石を掘ったのかというのは、こういう未完成なものの方が情報を与えてくれます。考古学者は結構そのために完成されているものより未完成のものに興奮したりします。ただこの石の掘り方というのは、これだけで一つの動画になっちゃうので、また別の機会に話をしたいと思います。そしてここからですね、今度はさらにまた105メートル戻ってですね、先ほどのアルバムーンが開けた穴のところから今度上昇通路というところに向かっていきたいと思います。上昇通路も結構狭いんですけれどね、ここから今度6番というところに書かれた場所、ここが上昇通路です。ここもずっとこう本当に腰をかがめていくようなところで、ここから最後到達するのが、この6番から到達するのが、9番と番号が付けられた大回廊という、ピラミッド群、メンフィス地区に作られた80基以上あるピラミッド群の中でも、最大の空間に到達します。これが大回廊です。めちゃくちゃすごいでしょ、ここ実際に入ると。鳥肌が立つようなところになってます。ピラミッド内部にこれだけ巨大な空間があって、これがなぜこのような形状で作られたのかというのが、現在でもよく分かって、いないです。高さが 8.7 メートルということで、約9メートルぐらいの高さがあります。長さの方が、これが 46.7 メートル、約50メートルぐらいの長さ。下の方は、これはずっと狭くなっているんですが、2メートル、2.1 メートルぐらいの幅と、いうことになっています。ここですね、あと興味深いのが大回廊、なぜこういう作りに、それも斜めになっているのかわからないんですけれど、さらに下のですね、基板の底辺の部分に等間隔でこういう穴なんかも開いてるんですね。これ左右に開いてます。等間隔で。で、さらにそこのところはただ穴が開いてるだけではなくて、横のところも一時バッとこうね、削られて削られて穴も開いてると、明らかに何かの機能的な目的で作られてるわけです。説はいくつかあります。例えばこの穴のところに柱をはめ込んで、矢倉のようなものを大回廊のその9メートルぐらいの高さのところに立てていたのではないかとか、あるいは別の説ではここのところにやはり木をはめ込んで巨大な石を運ぶための装置にしていたのではないかとかいう、いくつかの説がありますが、いまだここのところは考古学的にも定説というのが、できてないような、状態になっています。さらに面白いのは、大回廊の横の側壁の部分にはずっと溝なんかがあって、そこに板がはまっていたのではないかという話にもなっています。いずれにせよ、おそらく何かしらの機能性を持った空間が大回廊になっています。で、大回廊からさらに奥に行くと、王の間、現実につながっていきますが、今度はここから、水平通路というところに向かっていきたいと思います。水平通路、こちらのところ断面図では、ここの場所になりますね。で、この水平通路の、場所がですね、私自身がピラミッドに興味を最初に持った、テレビなんかで見た
あのきっかけになった、ところですね。まあ、2人のフランス人、パトリス・ゴーダンとジル・ドルミオンというあの2人のフランス人が、この通路の向こう側には未知の、空間、通路とか部屋があるんじゃないかという仮説を立てて、ここに穴を開けたという、そういった場所になってます。結果彼らそこから何か見つけたのかというと、そうではなく、そのドリルで穴を開けたところからは砂が出てきたという、まあ、そのですね、砂が、まあ、出てきた、溢れてきたところには今こうなんか鉄のね、なんかこうボルトみたいな、ものが、置かれて、あるんですけれど、まあ、その場所に、こちらのところが、なっています。でこの水平通路ですね、あの突き当たりまで行くと、そこで出てくるのが、王妃の、部屋、王妃の間というふうに呼ばれるところになります。クイーンズチェンバー、実際にはここに王妃が埋葬されていたのかというと、そうではなく、これはあくまでも通称になっています。この後に行くですね、王の間、現室というのが花崗岩でできた、どちらかというと、まあ、赤みかげ石ということで、赤いあるいは暗いあの石でできているんですが、ここはあの石灰岩でできているために、それから比べると、まあどことなく女性的だということで、その通称が呼ばれているということになっています。ただ実際にはここは古代エジプト語でいうところのペルトゥートゥというふうに呼ばれる場所ではないかと言っています。ペルトゥートゥというのは、これはあの彫像の家というような意味になります。彫像の家で、彫像の家というのは、ここちょうどくぼみがありますが、ここにクフ王の4メートルぐらいの巨大な、おそらく彫像が安置されていました。でその彫像というのは、クフ王のカーの彫像だと言われています。カーというのはですね、古代エジプトで生命力を表す言葉です。人間を古代エジプト人が構成する要素として、肉体とか名前とか影とか魂とか、いくつかの構成要素があるんですが、そのうちの一つのものがカーです。これは役は実際にはほぼ不可能で難しいんですが、まあ、現在ではライフフォース、生命力というふうに訳されたりしています。その生命力を表す彫像というのを通常墓に置くんですけれど、この部屋というのはおそらくそのクフ王のカーのためにまあ、設けられたもので、このくぼみのところには彫像が置かれていたのではないかと推測はされています。まあ、ただ現在のところは何も発見はされていないです。さらにですね、あの面白いのが、ここ小さな穴がですね開いているのがあの分かると思います。これぐらいの四角いで、ここなんですけれど、これ外まではつながってないんですが、これはあの通称通気口と呼ばれていて、一応まあ外に向かって、ずっとつながってます。途中ですね、あのブロックみたいな、これは、ものに覆われています。これはあの中に小さな小型のロボットとカメラみたいなものを入れて、ルドルフ・ガンデンプティングという人が、1900何年だったかなあのに、内部調査してます。その後2002年にあの有名なエジプトあの考古学者、大臣にもなったザヒャワスという先生もあの中調査して、それを確認、しているんですが、まあ、見ていただくと、ここからですね、あの横に細いなんかこうアンテナみたいなのが断面図にあるのが分かると思うんですが、これが星に焦点が当たってるんですよ。こんな形です。古代エジプトはやっぱりあの太陽信仰とか、やっぱり星の信仰とか、あのいくつかあの様々なやっぱり信仰形態というのがあったんですが、ここのところでは星の信仰ということで、星に焦点があっています。それも4500年前の星です。地球というのは自転していて公転していますが、あと歳差運動ということで、あの首を振ってます。そのためにその首振り運動、これ2万年ぐらいの周期で確か首振ってるんですけれど、それによって古代の見える星の位置と現代の見える星の位置というのが微妙に違うんですね。そこから考えると、これがいつ頃の星に焦点が合っているのかというのが分かります。これはやはり4500年前、当てている焦点というのは古代エジプトで重要だったシリウスという星と、あとコグマ座の星、これにも焦点が当たっています。まあ、非常に面白いですよね。
そして、最後一つだけちょっと紹介したいなというのが、このペルトゥートというこの彫像が置かれていたというあの壁画のくぼみがありますが、そこの奥になんか無理やり開けたような穴ありますよね。これあの後の探検家たちがピラミッド内部にまだ財宝がどっか隠されてるんじゃないか、このくぼみの奥にもなんか通路があるんじゃないかといってこう無理やり開けた穴です。で、中こんなになってたら何もなかったんですけれど、ただここの構造体見るとちょうど私立っているのがこれなんですけれど、見ると結構ぐちゃぐちゃなの分かりますか。ピラミッドって表面はぴったりしてるんですよ。カミソリ1枚も入らないくらい、ね、ところが内部に行くとこういった空間があって、それによってあの実は何でしょうね、その隙間によってここ砂とか瓦礫とかも入れたりするんですけど、安定性が増すんですね。これは私たちの別の調査によっても明らかになっていますが、これもまた別の動画でご紹介したいと思います。この後いよいよですね、今度は現実王の間にご案内したいと思いますが、これは次の動画で見ていきたいと思います。はい、エジプト考古学者の河江幸則です。大ピラミッドまだまだ続きます。前回はですね、あのピラミッドにこう近づいて、入り口を見て、まあ、その後洞窟用の穴の中から入って地下の間、女王の間に行ったんですけれど、今度はここから大回廊という、まあ、最大のピラミッドの中での空間、そこから今度は王の間へとご案内していきたいと思います。これが大回廊ですね。まあ、前回もちょこっと見ましたが、もう本当に巨大なこれは空間です。長さの方が約47メートル、高さの方が 8.7メートル、下のところが 2.1メートル、天井の方が徐々にこちらのところがせり出しているような形で狭まっています。これは持ち送り法と呼ばれる方法で、クフ王の父親である先王スネフエルが生み出したものです。これによって上からのやはり重量というのを拡散するというような役目がありました。まあ、その後クフ王自身は、まあ、あの見てきたような形で切り妻の構造体という、 こう三角形のですね、構造体によって上からの重量というのを拡散するという革命的な、建築構造を生み出したんですが、これは自分の父親であるスネフェルが生み出した、ものになります。でこれはですね、本当にでかいです。実際に中に入るとこれだけ巨大な空間がピラミッドの中にあるということ自体が驚きなんですが、それがこう斜めに、まっすぐではなく、まあ、斜めに位置して、いるというのも、これは内部の構造体を考えると非常にある種、まあ、ユニークな、まあ、ある種奇妙な構造体ということになっています。で近年ですね、ここからさらにこの大回廊の、まあ、ある意味で謎は深まるような発見がありました。これは名古屋大学 の森島さんという物理学の先生の、調査方法、そしてその調査結果について前回の動画でもちょっと話をしたんですが、入り口にですね、通路があるんじゃないかという話をしました。宇宙から降り注ぐ素粒子、まあ、ミューオン、これを検出するための原子核看板という、まあ、特殊なフィルムがあるんですが、そのフィルムというのを、まあ、彼ら のチームというのは女王の間、のところですね、これちょうど今この9番というところが大回廊ですが、その下にあるこれ7番ですよね。この7番のところに置いて、それによって素粒子ミューオン、宇宙から降り注ぐ、素粒子というのを検出して、見た結果発見されたのが、まあ、本当これね、最初個人的に、まあ、森島さんに聞いた時にはにわかには信じられなかったんですけれど、巨大な空間が大回廊の上、これは地上からだと60メートルから70メートルぐらい上なんですが、長さが、まあ、少なくとも30メートル。でかいです。大回廊に匹敵します。そしてその断面、高さと、その横ですよね、幅っていうのはわからないんですけれど、まあ、対比というのは、ただこれもおそらくほぼ大回廊に匹敵するようなものが見つかってます。ちょうどこの赤い、丸い、位置になって、います。
でここのところでは水平にまあ位置するようにしているんですが、これが水平なのか、あるいは大回廊のように斜めになっているのかはちょっとこれまだわからないです。もしかすると何か2つの空間が隣接するようにあるのかもしれないですし、まあ、もしかすると本当に一つ大きな空間が、あるかもしれないと、まあ、これが2017年に、学術誌、まあ、ネイチャーに、発表され、まあ、NHK スペシャルなんかでも大きな話題を呼んだ未知の空間ということになります。でこの空間が一体どういったものであるのかというのは非常にこれ物議を醸しました。まあ、物議を醸したい理由というのは、そのミューオンによってこういった古代の巨大な建造物を調べるというのがこれまでされていなかったためにですね、まあ、ある種これが最初の類例だったということで、エジプトの考古学をやる、まあ、考古学者の方からこれが本当に、まあ、技術的にも間違いないものか、あるいはその結果というのも本当にこの結果で合っているのかということで、結構やっぱり批判がありました。で私自身も最初考えたのは、空間といっても、巨大な何か本当に何も入っていない部屋とか通路ではなく、何でしょうね、充填剤を入れるような砂とか瓦礫とか、まあ、そういったものがある、その密度がどちらかというと低いものではないかというふうに思っていました。ただそれを、まあ、森島さん自身に聞いたところ、密度というのはピラミッドのこの使われている石灰岩自身は、まあ、その石灰岩自身にも密度差があって 1.3 ぐらいかな、から、まあ、2.4 か 2.7 か、まあ、それぐらいなんですけど、それぐらいの密度差があります。ただそういった細かい密度を見ているのではなく、もう本当に空間があるかないかというのを今回のこのミューオンによる分析では検出したということになっているので、これはほぼ間違いなく空間というのはあるようです。で、実際彼だけが、まあ、彼のチームだけが、まあ、この空間を見つけたのではなく、これスキャンピラミッドミッションというミッションで行われたんですけれど、フランスとエジプトも含めた、まあ、そして日本も含めた、まあ、国際チームによって行われたんですが、フランス隊も同じような手法でミューオンを用いて検出し、この空間を発見し、あと日本の別の KEK というですね、まあ、こちらのところ研究機関もやはりミューオンを用いて、これシンチレーターというまた別のミューオンを検出する機械があるんですが、まあ、それを、女王の前に置いて検出したところ同じ結果になってます。そのためにやはりこれは物理学的にはまず間違いなく空間というのはあるようです。で、実際、まあ、エジプト考古学、エジプト学の方から批判は出たんですが、物理学の国際会議が一回日本で開かれた時に、私もそこに行って、ちょっとその、森島さんが発表するのを、まあ、見てたんですけれど、その発表に対して、物理学者からは、その手法と結果に対しては、何ら疑義は、疑問は出ていませんでした。まあ、そういった意味でもこの空間、まあ、本当にあるんでしょう。ただこの空間が一体何のために作られたのかというのは、これはまだやっぱり分かんないですね。まあ、さっきも言った通りに、もしかしたら2つの空間がね、なんかひっついているのかもしれないと、まあ、私自身は違うとは思っていますが、まあ、例えばその別の何か本当の原室、埋葬室とその埋葬室につながる前室前の部屋があるとかですね、まあ、そういうふうに考える人がいたり、あるいは大回廊という回廊自体がやっぱり非常に巨大なもので、上からの重量を本当に古代エジプト人自身は拡散できるかというのを不安に思っていたために、この大回廊の上に同じような別の空間を作り、そこのところも、まあ、例えば持ち送り法を作ってですね、重量というのをさらにこう拡散するように、していたのではないか、まあ、その可能性は、まあ、あるんじゃないかなと思ってます。で実際に先王スネフェルがメイドムというピラミッドのところで同じようなやっぱり空間と、その空間の上にさらに別の空間を用いて、下の空間を守ろうとしているものという類例が、まあ、見つかってるんですね。まあ、そう考えると、まあ、そういった機能上のものではないかなというふうにも考えられます。まあ、あるいは別の仮説の中では、今からまあ紹介するですね、現実のところには、まあ、巨大なやっぱり60トンから70トンぐらいな花崗岩の
石材が使われているんですが、もうそういった巨大な花崗岩の石材というのをいかにして運んだのかという一つ の, あの仮説として、釣り合いおむり、がですね、使われていたのではないかというような仮説もあります。まあ、ただ釣り合いおむりの方はこの時代には存在しないので、私自身はそういった未来の道具が使われたとはちょっと思っていないので、まあ、一番今現在のところ可能性があるのは、まあ、2番目、空間というのを守るための別の空間を設けていたのではないかと、考えられます。まあ、これも本当に新たな調査結果というのがですね、楽しみに、待っているところですね。まあ、どうなるのか。でこの後ですね、いよいよ現室の方に入っていきたいと思います。まあ、これが、現室になります。非常にシンプルな、作り、花崗岩でできた、まあ、10.5 メートル の, 奥行きと、横幅の方がこれが 5.2 メートルか、そして高さが 5.8 メートルという、これを見て行きたいと思います。続きは次の動画で。はい、エジプト考古学者の川江幸成です。いよいよ大ピラミッドの心臓部ともいえる現室に到着しました。非常にシンプルな作り、花崗岩、まあ、日本だと今でも何でしょうね、エジプトと日本、まあ、他の国でもそうなんですけど似てますよね。墓石で使われている御影石という石、まあ、兵庫県の御影で取れることからその呼び名が使われていますが、その御影石で作られています。エジプトだとですね、カイロではこの石は取れずに、カイロから南の方に、どれぐらいだったかな、800キロだったかな、900キロだったかな、まあ、それぐらい南の方に行ったアスワンというところでしか取れないんですけれど、そこのところから取ってこられた石になってます。で実は観光客がこの中に入ると結構がっかりする人が多いんですよね。何でしょう、歴代のファローが眠る王家の谷というのがルクソールにあります。南ので、この王家の谷の王墓というのは壁あるいは天井、そういったところに宗教碑文というのがぶわっとこう一面に描かれていて、色なんかも3500年ぐらい前に色が全部残ってるんですね。そこに書かれてあるのは、まあ、ファラオ、まあ、王である支配者がですね、冥界へこう旅をしていく、そういうシーンが描かれてます。まあ、それぞれ6つの洞窟があって、その洞窟の中を旅するとか、あるいは、まあ、12の門があって、その門をどん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 こう、進んでクリアしていくとか、あるいは12の冥界の世界があるとかね、そういうようなことが書かれてあったりするんですけれど、まあ、そういった何でしょう、非常にヒエログリフ、レリーフ、あと色彩豊かなものと比べると、このエジプト最大のピラミッドであるクフ王の大ピラミッドというのは心臓部何も書かれていないということで、え、これだけみたいなね、ことを思う人がいるかもしれないんですが、ただこれはこれでものすごい実は空間になっています。これ花崗岩ってものすごい加工が大変なんですよ。今だと人工ダイヤを用いてこれは切ります。ところが、まあ、当時は人工ダイヤどころか、これは鉄もないです。まあ、陰鉄といってね、空からの降ってくる隕石が含んでいる、まあ、鉄っていうのはあるんですけれど、まあ、それはどちらかというと装飾とか工芸品に用いられるもので、道具として用いられたりはしないです。あと青銅、これもこの時代にもあるんですけれど、青銅も道具として用いられるというよりはやはり装飾的な用途の方が大きいです。この時代の、まあ、ある種最強の金属、最も用いられたものというのは銅です。ただ柔らかいです。でその銅で本当にどうやってね、これを切ったのかというと、ものすごいこれは労力が、かかったはずです。まあ、この現実、そう、位置を知りません、ね、位置ここです。ちょうど本当にピラミッドのど真ん中にあるような形ですが、ただこれちょうど中心にあるのではなくて、ちょっとやっぱり少し、南側にずれているような、位置にあるところもちょっと特徴的なところでしょう。南にずれていて、さらにちょっと東側にもずれているので、なんとなく
多分これを見てる皆さんのイメージでは王様が埋葬される現実埋葬室っていうのはピラミッドの頂点から真下にあるようなイメージがあると思うんですが、実はこれはないんですね。ちょっとずれてるような位置にあるというのが特徴の一つには、なってます。でここのところ見ましょうか。で特に見ていただきたいのがこの、花崗岩の、棺ですね。これまでも花崗岩の棺というのはこれはありました。最古のピラミッドを作った、ネチェリケ島、よく知られているのはジョセルという王様がいるんですが、サッカラというところに階段ピラミッドというのを設け、そこのところに花崗岩の棺を作ったんですが、ただそのジョセル王が作ったというのは花崗岩を何でしょうね、ブロック状にこうレゴのようにこう固めて作った、棺であって、花崗岩をくり抜いて作ったというのはこのクフ王というのが初めてになります。で銅しかない時代にこの花崗岩をどのようにしてくり抜いたのかという話なんですけれど、考古学というのは、現場の、事件が起こった現場の検証を行う、これはある種学問で、細かくこういったところを測ることによって、当時どういった道具でどのようにしてというのをこれリバースエンジニアリング的に解明していくんですね。これを細かく測ったのはエジプト考古学の父であるフリンダス・ペトリという人なんですけれど、そのペトリ自身が見つけたのがですね、ちょうどこう指を、刺してもらっているのがありますが、奇妙なくぼみを内側のところで見つけてます。アップにするとこれ 3.3 センチぐらい の, くぼみがあるんですね。でここのところをさらに見ていくと溝がバーッと細かいのがあります。こういった溝というのは実は外側のところにもあるんですけれど、棺の外側を見るとこれもちょっとアップにしてみましょうかね。これ見えるかな、細かく線みたいなのが見えますね。これによって実はこれノコギリで押し切ってる跡というのが見えます。これめちゃくちゃ時間がかかるんですが、銅で気合と根性で来てます。ただ気合と根性だけではなくて、これ実際には砂をかけて、で砂っていうのは石英の塊なので、それによって押し切るように来てます。よくですね、花崗岩、こういった火成岩製 の, 石なんかを、まあ、これあと何でしょうね、棺だけではなくて、石製容器っていう容器なんかもあるんですけれど、壺みたいな、そういったものを古代エジプトではたくさん見つかってるんですが、どうやって加工したのかということで、ニューエイジ、あるいはそのオカルト的な発想を持ってる人は、いやこんなのは古代人加工できないよと、これはなんかね宇宙人だとか突然宇宙人が出てきたりするんですけれど、あるいは超古代文明だっていう話になるんですが、加工できないよって言うんですけれど、考古学の分野で実験考古学という分野があって、実験を実際に古代人が持っていた道具で本当にできるのかどうかっていうことをした、研究者というのが何人かいます。そのうち一人有名なのはダニー・ストックスっていうね人なんですけれど、まあ、その、人物は古代と同じような形で、実際にこういった花崗岩というのを石を切り離したり掘ったり、する実験というのを行っています。で彼の実験結果で分かったのが、例えば内側どうしたのかというと、さっき 3.3 センチぐらいって言いましたが、奇妙に湾曲してるんですよ。でその湾曲しているものを考えると、おそらく11センチぐらいの筒状の道具で、なんでしょうね、パウンディングというか押しながら切ろうとしていたというのが分かります。でその時に弓矢みたいなもので、これ実際発見されてるんですけれど、ビーズ細工なんかでする時にこれをぐるぐる回しながら押し切ると。でこの先端のところには銅がついているんですが、それだけでは切れないので砂をかけて押し切るようにすると、あとはノコギリなんかで実際に巨大な、銅のノコギリなんかの上にまた砂をかけて切ると、これはただめちゃくちゃ大変だったようです。で実際にやるときにも、クフ王のものであればこう切りすぎちゃったので跡が残っていたり、あるいはクフ王の息子でホルジェデフっていう人がいるんですが、彼の棺ちょうどこちら側ですよね、このホルジェデフの棺なんかは面白いことに、これ途中で失敗してしまってます。でなぜ失敗したのかというと、内側くり抜いて
外側をノコギリで切るんですけれど、蓋どうするのかっていうと、そこを実際に切ると、その底のところから蓋の、まあ、位置が、一緒だし大きさが一緒なんで、パカッとこう、ね、はめ込めるような形になってます。でホルジェデフのもの、これ現在カエル博物館に置かれてあるんですけれど、ここのところですね、押し切るようにしてノコギリで切っている時に多分失敗したんですね。途中で蓋がバリンとこう割れてしまったんですけれど、それをこう見ているんですけれど、ただもったいないのでそのまま使ったものが墓の中から発見されたということになってます。おそらくこれを切るときに一気にスパンと切ったのではなく、残された後から見ると、切った後一旦ひっくり返してもう一度切ろうとしている跡がこういったところから見えます。その時に多分割れちゃったのかもしれませんね。まあ、ただ古代エジプト人、ある種日本と同じようにもったいないっていうね、概念があったようで、それをそのまま使ったということになっています。で、実際どれくらいで切れるのかというようなことを実験考古学で行ったんですが、1981年から82年にイギリスのマンチェスターで行った実験結果というのが、こちらになっています。その後今度は、1999年にエジプトのアスワン、その花崗岩が取れるアスワンで、やはり同じような実験結果をが出たんですが、まあ、エジプトで行った時の方がもう少し早い実験結果になりました。ただ早いといってもめちゃくちゃ大変です。まあ、見ていただいたら分かる通りに1時間かけてですね、ノコギリで12立方センチメートル、1時間でですよ。これはですね、例えばデニス・トックが書いてるのが、ノコギリで14時間ぐわーっとこう切ってね、切れたのが深さ3センチってね、まあ、長さが95センチあるんですけれど、摩耗したのが463グラムということで、ものすごい大変だったようです。これは大体 2人から3人ぐらいのチームで、もしも棺を加工したというふうに考えるのであれば2万8000時間かかります。1日10時間永遠に切り続けて、1年、まあ、365日ある中で、まあ、例えば10日に1回休んだりするのを考えて300日働いたとすれば、実に9年間かかって、棺が一つ作られたということになります。それぐらい大変な作業であったわけですよね。それがこの棺であり、そして棺だけではなく、この棺の周り全部、これ花崗岩ですよね、これも全部切ってアスワンからさらに持ってこられたと。これは切るだけではなくて銅も必要ですね。大量の銅、この時代最強の銅がやっぱり必要だったということで、シナイ半島であるとか、あるいは東方砂漠とか、そういったところでも大量の銅を、こちらのところは採石し、さらに銅というのをこちらのところ切っていくときに、あるいは削っていくときに、やはり丸まってくるので、大量の今度炭を用いて、熱して、叩いて、また直してということで、大量のこれも炭も必要だった、人も必要だったということで、この現実を作るだけにどれだけのやはり労力がかかったのかというのは、まあ、考古学的なさっきの、後から考えることができるわけです。まあ、ただ、最終的にこちらのところ王のミイラが、ここに埋葬されていたとは考えられるんですが、この中に、まあ、入った時には中には何もなかったということになります。まあ、旧世紀の大使アルマムーン、一番最初に彼自身がピラミッド内部にある種夢を馳せて入ったという話をしましたが、彼自身は何かね、まあ、アラブの別の逸話によると何か宝石ついたミイラ発見したみたいな話をしているんですが、まあ、どう考えてもその描写から考えるとイスラムチックなので、それはないだろうと。まあ、彼の時代にはもはや内部のミイラ、おそらくあと財宝なんかもあったはずですが、そういったものはなかった、盗掘されてしまったというふうに、考えられます。で、この後ですね、今度はここからこの上、現実の上にある非常にこれもまた奇妙な空間で、重量拡散の間という櫓のような、部屋があるんですが、そちらのところに皆さんをご案内していきたいと、思います。
はい、エジプト考古学者の河合です。大ピラミッド内部続きます。今日はまず大ピラミッドを作った王であるクフ王の、彫像を紹介していきたいと思います。現在カイロの、エジプト博物館に置かれてある彫像が、こちらになります。まあ、写真で見ると非常に大きく見えるんですが、実際には非常に小さな、7センチぐらいの本当に考古時代の中では一番小さな王の彫像じゃないかな。まあ、それぐらいのものが発見されています。発見された場所はアビドスという、これは別の聖地で、フリンダス・ペトリーというエジプト考古学者の父によって、発見された象牙の、ものなんですけれど、名前がちゃんと書かれてあります。足元、右足のですね、下のあたりにメジェドゥという名前が書いてます。この時代の王というのは実はいくつか名前を持ってます。クフ王という名前自体も実際には何でしょうね、ちょっとした略した名前で、本来の彼の正式な名前というのはクヌムクフイと言います。まあ、それを略して、まあ、クフと書かれたりもします。あとは打ち倒すものというような意味にもなるんですが、メジェドゥという名前が発見されていますが、この座像にはそのメジェドゥの名前が書かれてあります。まあ、大ピラミッド、あれだけ巨大なエジプト最大の建造物である、ものを作った王が、逆にこういった小さな座像しか発見されていないというのは非常に不思議な感じですね。まあ、クフ王のものじゃないかという、あと頭部の像なんかは、アメリカとあとドイツに、まあ、ドイツのものなんか本当にねめちゃくちゃちっちゃいんですけれど、小さいものが発見されていて、それには名前がないんですが、まあ、顔だけ見ておそらくクフ王じゃないかなという、これも類型学的な判断から、そういったものが見つかっています。はい、そしてですね、もう一つ彫像を、ご紹介したいなと思うんですが、実際に大ピラミッドを作った監督官、これは宰相でもあった、ヘムユヌという人のこの座像を紹介したいと思います。これはドイツのですね、ヒルデスハイムの博物館に置かれてあるものです。非常に恰幅のいい形でドーンとねしたものがこれは見つかっていますが、これはギザの西の墓地というところの彼のお墓、G4000 という、まあ、番号が付けられたお墓の中から、見つかっています。何かこうね、胸もたるんでお腹もたるんでいるような状態なんですが、この時代はこういったふくよかさというのは裕福、自分がそれだけそういろんなものを食べていたというある種の証拠にもなるので、こういったふくよかな、形で描かれることになっています。足元のところに彼のタイトルがあるんですが、まあ、その中で重要なのは今ご説明したように宰相というタイトル、あとは王のすべての建造物の監督官、つまりピラミッドを含めてクフ王自身がさまざまな建造物を作っていきましたが、それの監督官をしていたというような人物になっています。まあ、このヘムイヌ、まあ、そしてクフ王自身のさまざまなアイデアによって、これまで見てきたような形で、切り妻構造であるとか、大回廊、まあ、そして王妃の地下の間、まあ、そういったものが、作られていったわけです。まあ、そして現室の中では初めて、花崗岩の一枚岩で、石のですね棺をえぐり取る、削るというようなことも、していったわけですね。で、今日はその現室をさらに詳しく、見ていきたいと思います。こちら奥行きが 10.5 メートルかな、そして幅の方が 5.2 メートル、高さが 5.8 メートルということで、まあ、古代エジプトはキュービットというふうなこれはメートルに変わる土足量のいわゆる尺度ですね、使っていたんですが、指のですねこのまあ、中指のところから肘の先端まで、これが1キュービット 52.5 センチということで一つの単位になっていました、古代エジプトでは。で、こちらのところでは奥行きのところが約20キュービット、横がですね10キュービットということで、このキュービットにぴったり合うような形で作られています。で、この現室見てきましたが、前回ご紹介しなかった中でもう一つ見ていきたいところがあるのが現室の横ですね、南と北側にそれぞれ
また穴が開いてます。これは南側の穴なんですが、この穴、後の19世紀の探検家によって、この穴、2回爆弾で爆破されてます。19世紀はそういった調査というのが許されていたんですが、これダイナマイト発掘というふうに呼ばれていて、何か向こう側に部屋があるんじゃないかと思うとですね、ダイナマイト使って、バーンって爆破してですね、奥に入っていくという、そういった方法をとってます。で、これ1837年にここのもともとは小さな穴、これ通気口、王妃の間、女王の間かの方でも見たと思うんですが、その女王の間で見たような通気口があったんですが、そこに非常に不思議なことに鉄の板がはまっていたそうです。この時代鉄というのは全く一般的ではない金属です。この時代はいわゆる銅の時代、青銅も一般的では、ない時になんと鉄の板と呼ばれるか思われるものがここにはまっていたと、それをですね、なんとか取り出そうということで2回ダイナマイトを使って爆破して、取り出し、現在はこれ大英博物館に、置かれてあります。大きさは26センチと鉄の板といってもね、なんかすごい大変なやつは、なんか粗雑な、本当になんか、ただの、綺麗な板というよりは、なんかぐちゃぐちゃっとした板なんですけれど、26センチ。で、幅の方が何センチだったかな、こちらのところは 8.5 センチ。そして厚みの方が 0.4 センチという、それぐらいのものです。で、発見された時にはこれ最初、隕鉄ではないかと考えられてました。隕鉄というのは、空から隕石が、降ってきますが、その隕石が含んでいる鉄ですよね。こういった隕石が含んでいる鉄、隕鉄というのは実際に世界各地で見つかっており、エジプトでも見つかって、います、隕鉄。実際古代エジプト人は鉄のことを何と呼んでいたのかというと、空からの金属というふうに言っています。まあ、もともとはそういったやっぱり空からの、金属、鉄であるというふうな、イメージというか事実が、あったんでしょう。ところが、これを最初に調べたのはアルフレッド・ルーカスという有名な研究者なんですけれど、彼が調べた時にはどうも隕鉄ではない。そのためにこれは後の時代のものではないかという結論がその時には出ました。ただ後の時代にどうやってはめ込んだっていう話なんですけどね。で、その後ですね、また近年なんですけど、エル・ガエルっていう人が冶金学の方で調べた結果、これやっぱり隕鉄じゃないか、当時のものではないかという、これは結果が出たんですけれど、さらに最近の方では、クラドックとラングっていう人がまた別の論文の方を書いていて、そこのところでも反論が出ているので、実際まだ結論は出て、いません。これが本当に隕鉄なかどうなのかわからないんですけれど、ただ考古学的に発見された場所を考えると、やっぱりこれは当時のものではないか、おそらく私自身は隕鉄ではないかなというふうには思っています。で、爆破されていない方の北側の穴はこういった形になります。もともとはこういう四角い穴で、この穴というのは王の、何でしょうね、ある種いわゆる魂的なものが出入りする場所ではないかというふうにも考えられており、それが当時の星に向かって焦点が当たっていると。例えばこちら北側のものであれば、その北側というのは当時の北極星であるトゥバンに、その焦点というのが当たってます。逆に南側はオリオン座の三つ星ありますよね。オリオン座の三つ星の、アルミタクという星に、三つ星の、一番これはどちらになるのかな、下の方の星になるのかな、そちらの方のものに焦点が当たるような形になっています。そしてここのところは星に焦点が当たっているということなんですが、これは女王の間でも説明したかな、地球というのは自転していて、あと太陽の周りを公転していますが、あとゆっくりとこの首振り運動、歳差運動と言いますが、この歳差運動をしてますね。それによって2万6000年周期ぐらいで首を振っているために星の見える位置が違うという話をしていたと思います。ここのところでも、一体いつ頃のその、トゥバンと、オリオンの三つ星のアルミタクに当たっているのかというと、やはり4500年前のものということで、こういったところからも実は年代測定というのが可能ということになっています。星に焦点が、当たっているこの通気孔、こちらがそのものになります。そしてですね、もう一つこの
現実で、何でしょう、ある種非常に、注目すべき、ところというのが実は現実ひび割れてるんですよ。あのここのところは現実と現実の上にある重量拡散の間と呼ばれる5つの櫓のような部屋、そしてそのさらに上のところには切り妻の構造体がありますが、これ実はまあ何でしょう、こともあろうかひび割れていて、ある種危険な状態なんですね。でこのひびが一体いつ入ったのか、近年あるいは4500年の歴史の中に入ったのかというと、どうもこれは建造中に入ったようです。なぜそれがわかるのかというと、このひびのところに古代のモルタルが塗られてあるんですね。で、モルタルを塗って古代人がそれでなんとかひびを抑えようとしたのかというと、おそらくそうではなく、現在のモニタリングと同じような形で、ひびのところにモルタルを塗ることによって、そのひびというのがさらに広がるかどうかというのを建造しながら、どうも、調査、していたようです。まあ、ただ最終的にひびというのがそれ以上は大きくならなかったということで、そのままこの現室は使われたものだと考えられます。ただひびは今でも入っていて、現室の中に入って天井を見るとそのひびの跡というのが残っています。なんかね、天井、古代のピラミッドの天井、ひび入ってるってなんか入ると恐ろしいんですけれど、こちらのところを見ていただくとそのひびの跡が、見れます。そしてなんかひびのところになんかこんなね、絆創膏みたいなものが貼ってありますが、これが現代のモニタリングの、ちょっとした、道具というかになってますね。古代人と同じような形でこのひびがさらに大きくならないかというのを、こちらのところ、長期的に観察しているということになります。そしてですね、このひびが割れた理由なんですが、なぜひびが割れたのかというのを、これコンピュータシミュレーションなんかで、測って論文が書かれてありますが、これは非常に面白いことに、実は現室の地面ですね、これの南側の方が実は若干なんですけれど沈下しています。そしてなおかつ、重量、上からのやっぱり重量の重みがかかっており、あともう一つ重要なのが、その先ほど見てきた重量拡散の間っていうこの、部屋があって、その上に切り妻の構造体が、ありますが、その切り妻の構造体の方がですね、これ完璧にピタッと上が切り妻の構造体ひっついているのではなくて、微妙にちょっとこれ空いてるんですね、上は。つまり切り妻の構造体の重量を分散する、拡散する、その役目というのが完璧な形で機能していなかったという、この3つの理由によってひびが割れてしまったのではないかという、そういった論文なんかも、出ています。中を見てもらうと、こちらがその最後の切り妻の構造体のところです。ここの中に行くのね、かなり実は、大変で、大回廊というところにはしごを設けて、そこのところから、これも19世紀に爆弾でバーンとまた開けられた穴があるんですけど、そこを通っていかないとこの中には入れないような形になっています。ここのところ櫓1個ずつ上に行って、最終的な切妻の構造体に行く場所がここです。見てもらうと落書きとかもね、めちゃくちゃ多いんですけれど、古代の落書きみたいなものもあって、それは歴史的価値があるんですが、当然今のね、落書きというのは NG なので、どんな遺跡に行ってもそうなんですが、決して落書きはしないようにしてください。そしてここにもう一つ重要な発見があります。このですね、重量拡散の間の一番このてっぺんの奥のところに、クフ王の名前が、古代の赤い顔料、これオークルという酸化鉄なんですけれど、こちらのところで書かれてあります。ただこれはクフ王のものだって言って名前を書いているのではなくて、当時の労働者のチーム名が、書かれています。これは古代エジプトでクフ王の名前とセヘッジュ、そして最後にアペルっていう、これはチーム名を示す古代エジプト語なんですけれど、これによって、こういったチームがこの場所を石運んできて持って設置しましたと。これちなみに
これが南側かな。で、北側には別のチーム名の名前が書かれてあります。おそらくこれは競うようにして、右のチーム名と左のチーム名がですね、石を運んでこう立てようとしていたのではないかと、考えられています。後の時代の王家の谷なんかでも同じように右と、左で、それぞれのチーム名が競うようにこうね、労働を行っていたっていうようなことが分かってるんですが、まあそういったものはこのピラミッド内部でも、見ることが、できるわけです。まあそしてこれによってこのピラミッド自身がやはりクフ王の時代、まあ文字資料からもその4500年前のものだというのが、分かるわけです。はい、エジプト考古学者の河江幸典です。今日は大ピラミッドの外側について、紹介していきたいと思います。さらに、私のチームが今の推進しているですね、3次元計測、3D 計測というものについても少しご紹介できたらなというふうに思っています。大ピラミッド本当に大きいですよね。で、この巨大な建造物の、実測図というのが実はまだ精密な形では取られていません。高さとかですね、長さとか角度とか、まあこういったものはもちろん分かっていて、これは皆さんにもご紹介しました。ただこの石一つ一つをですね、表すような、なんでしょうね、いわゆる地図みたいなものがないんですね。考古学ではこれ実測図というふうに呼んでおり、非常に重要なこれはデータになります。考古学って基本、平面と立面とかで物事っていうのを判断するんですけれど、ピラミッドに関してこの立面図っていうのが、まあどうやってどこにどのような石が積まれているのかっていうのを示したものがあるのかというと、これあまりにも大きくて石がいっぱい並んでいるので、これを行った人っていないんですね。まあそれを今、私たちのチームというのは、まあ最新の計測、技術を用いて、データというのを実は作り上げたということになっています。そしてその中で、いろんなことが、分かっていったんですが、それについてご紹介していきたいと思います。まずこのきっかけとなったのがですね、世界不思議発見です。世界不思議発見、私何年かずっと出演させていただいているんですが、2012年にここに来た時にこのピラミッドに登るというそういった特別な許可をもらって、登るというですね、こちら番組を作りました。登るときに彼らが目指した場所というのが北東の角、このちょうど丸い枠の80メートルの部分になっています。ここ面白いのがこうくぼみがボコッとこうへこんでいますよね。で、ここに登ることによって実はピラミッドの内部の構造というのがボコッとへこんでいるので人体のこの体の中の一部を覗き見れるようにして分かるんですね。で、ピラミッド、よく質問されるのが、どうやってこういった石、230万から300万個と言われている石をですね、下から上に運んだんですかというふうな質問を受けます。これは考古学的にもいろんな議論がありましたが、もうこれは通説で言われているのは傾斜路を使ったっていうのは、これは通説では言われています。で、その傾斜路の形状、形にいろんな仮説があります。まあ、例えば、今よく皆さんが知っている形だと、ソフトクリーム型にですね、石というのをピラミッドの周りにこうぐるぐるぐるっと回りながら、押して運んだとか、あるいはですね、こちらのところにもあるピラミッドの一面の一つの斜面のところにですね、ジグザグの形で、傾斜路を作っていた。まあ、そうすると、まあ、安定感もあるので、良いのではないかと。あるいは、実際にこれ、ダフシュールというところで一部発見されているんですが、ピラミッドに小型のですね、傾斜路跡みたいなのをこう、作って、いろんなところから石を運んでいったとか。あるいはですね、ピラミッド内部のところに、直線的な傾斜路、ちょっとちっちゃい傾斜路を設けて、それによって石を運んでいた。あるいはもっと大きな、傾斜路を設けて石を運んでいったって、こういういくつか の説があります。で、それぞれには何でしょうね、アドバンテージとディスアドバンテージというか、そういうものがあって、例えばこういった巨大な
傾斜路を作るのであれば、ピラミッドと同じぐらいの建材がここに必要だったのではないか、そんなのはありえないのではないかというふうに言われていたりします。こちらの次の横の、あの仮説というのは、これ大王朝時代のピラミッドでは実際にこの内部に組み込むような形で、そしてさらにあの傾斜路の建材というのを少なくするようにしたのではないかと思われる跡があるので、まあ、そういった話もあったりします。逆にですね、このソフトクリーム型のものだと、ピラミッドのいわゆる稜線、角度が51度でね、ついているって話をしましたが、そちらのところが隠れてしまうので、この稜線をしっかりと保つことができないのではないかというふうに言われていたりします。あるいは、まあ、こういった場合は数トンの重さのですね、石を運ぶときに、こんなぐるぐる、まあ、方向転換が狭いところじゃできないんじゃないか、もう一気に運び上げようとしてしまうのではないかという、まあ、こういったまあ、いろんな、まあ、問題点があったり、あるいはまあ、アドバンテージですよね、こういった、有利な点があったりというふうなことが言われていたりします。で、これを知るためには、実はおそらく内部の構造を知らないと、その答えというのが出てこないんじゃないかなというふうに私たちは思ってます。例えば一般的に考えられているのは、ピラミッドの石っていうのは何かこう同じような均一の石が、水平にそのまま積まれているってこう考えると思います。この一番の方ですよね。これだとこう直線的な傾斜路でですね、石をブワッと運んでいけば、そのままこう流れ作業のように石を設置していけば良いのではないかと。ただ現実問題として、この1番こういった石の並べ方をしてないんですけれどね、まあこれが問題です。で、2番というのは、これは別のピラミッドなんかを見ると、中にコア構造という何か階段型の構造体があって、その上にまた石を乗せて、その上に今度化粧板を乗せていったっていう話があります。これであれば2番のような形で、ジグザグの傾斜路を作ることができたのではないかっていう話になってます。あるいはこの3番の方であれば、何かこうレイヤー状にピラミッドが、これはさらに古い時代のピラミッドなんかこういうものだったんですけれど、層のようになっているのであれば、その上に重ねるようにして、石を重ねていけば、まあ、傾斜路状にしていけば、まあ、そこで石を運ぶことが、石材を運ぶことができるのではないかということになっています。まあ、ただこの中がですね、ピラミッドっていうのは、まあ、特に大王朝時代のピラミッドというのは、まあ、ほぼ完璧に残っているため、どうなっているのかが、分からないと。実際に残っているものもですね、やっぱり分かっているのはこの断面図があります。ピラミッドの内側にどういった部屋とどういった通路があるのかというのが分かっていたりします。これはフリナス・ペトリーが作った19世紀ぐらいの断面図なんですが、ただ外側の石がどういうふうに積まれているのかというのが、これが分かっていません。まあ、ペトリーなんかが調べているのは、実際、まあ、これも非常に面白いんですけれど、石の段というのは200段以上あるんですけれど、これみんな実は大きさが微妙に違っていたりします。それは測ってはいるんですけれど、どこにどういう石かというのはやっぱりこれ測っていないんですね。さらにですね、面白いのが、ピラミッドの作りって、今まで私たちがその内側、ピラミッドの部屋とか通路とか、ああいったところで見てきたのは、カミソリも1枚も入らないな、接合面を見てきたと思うんですが、実は一歩中に入ると中ぐしゃぐしゃですよという話をちょっとしてました。これ北東の角に登って見るとそれが見えるんですよね。これがその場所です。これ世界不思議発見の番組の中で実際に登っていきました。で、登っていったんですけれど、これピラミッドなので、文化財なので山と違って、こうハーケンガンガンガンと打ち込んでね、安全ロープなんかを巻いていくことができなかったので、もうただ登っただけです。何もなしに。登る前にはもちろん
あの一筆書かされて何か起こっても当局に責任はありませんという、ちゃんとそういうのを書いて、そして実際に登っていったということになります。まあ、もちろん安全を考慮してですね、まあ、大きな機材は持っていかない。例えば非常に大きなテレビカメラなんかは危ないので持っていくのは小型のものだけだとかね、当然ながらそんな計測機器とか考古学的な調査、そういった機材もあの持っていってはいけませんとか、まあ、いろんなあの制約はあったんですが、その制約をちゃんと守りながら上までこの80メートルの地点まで登ってみた光景がこれということになってます。面白いですよね、これも。あのやっぱりピラミッドって表面はあのピタッとしてるんですけれど、一歩中に入るとここもなんか指とかね、手とかね、なんか子供の頭ぐらい入りそうなあの空間が空いているのがわかると思います。こうやって結構このガタガタなんです。で、このガタガタのデータが今までなかったんですね。で、私たちが取りたかったのは、こういったガタガタのデータの中にこそ、まあ、ある種ピラミッド建造を知るための手がかりがあるというふうに考えていたわけです。さらにここで面白いのが、あの、ここの、ガタガタの石の、ちょっと見えにくいんですけど、わかりますかね？ちょっと奥まったところになんかこう空間、中に入るようなものが あるの分かります。これ実は穴がですね、この辺かな、 あるんですよ、穴が、でそこのところに穴があって、中に入るとちょっとした洞窟みたいな形になってます。でその洞窟が一体何かということで、私の調査チームの方で、世界不思議発見からのこれも協力を得てですね、そのデータを使わせてもらって、そこのデータ、映像、そして画像データの方から3次元化し、それによって考古学的に使う、実測図のデータ作り上げたのがこちらになります。まず当時なんですけれど、20分ぐらいのデータがあったので、その20分ぐらいのデータというのを全部コマ送りにして、2万枚ぐらいにして、そこから任意でデータというのを取り出して画像にして、それをストラクチャーフロムモーション、これ SFS、ストラクチャーフロムモーション SFM っていうね、技術を使ってカメラ位置というのを再現して、そこから 3D データにしたという風になっています。今は結構このストラクチャーフロムモーションというのはいろんなところの考古 の世界でも使われているんですが、当時としては非常に新しい、技術でした。でこれを行ってくれたのは関西大学の安室先生という先生で、彼が行ってくれたんですけれど、その時にまあ彼が何でしょうね、クレームを上げたのがですね、河合さん、映りすぎ邪魔みたいなね、この後ろのデータが欲しいのになんでここに立ってるんですかとかね、そういうクレームが来たんですけど、もうこれテレビ撮影だったのでね、もうしょうがないじゃんというふうに思ったんですけれど、まあ、ただそういうふうには言ってはくれてても、最終的にはデータを作り上げてくれてます。でまずはこういうふうな形で動画で作って、その後もう一度登る機会があって、その後は今度画像データというのを写真で、作って、そしてできたものがこちらの方のデータになります。このデータなんですけれど、コンピュータグラフィックではなくて、ある種考古的に使える実測図の3次元データになってます。こちらはそれぞれの石の大きさであるとか方角であるとか、まあ、そういったものを再現したデータです。中に入ってみるとこういうふうな、本当に洞穴のような形になっていて、本当にぐちゃぐちゃになってますよね。おそらくここがどういった目的になっているのかというと、この空間の中に充填剤って言って瓦礫とか砂とかそういったものを入れていた跡ではないかと考えられます。ピラミッドって意外と内部そういった意味ではスカスカなんですよ。まあ、スカスカって言ったらちょっと言い過ぎなんですけど、石がびっちりくを合わさっているわけではなく、これは1980年代にフランスによって行われた精密重量計なんかでも示唆されているんですけれど、中には意外と結構密度の差があるっていうのが、分かっています。その密度の差っていうのは石灰岩の密度の差であったり、あと中のところには砂とか瓦礫とか、まあ、そういったものを入れることによってエコに、で逆にそれによって安定性が増したりします。これを平面図として表したのが、こちらの方になっています。
バーンとこうね、分けてみるとこんな形です。先ほど見たピラミッドの石が水平に並んでいるとか、あるいは中にコア構造があるとか、あるいはレイヤー状になっているかとか、それで見るとどれにも実は当てはまらなかったと。ただ私自身、まあ、他の調査を含めて分かったのが、こういった充填剤を入れるような跡がありつつ、内部にはコア構造が、あるというのが分かってきています。実際コア構造というのはギザのピラミッドの、大ピラミッドの外側にある王妃のピラミッド、そういったところからはもう完全に露出していて分かったりします。これちょうど大ピラミッドの東側にある3つの3基の王妃のピラミッドのうちの一つになってます。わかりますかね。ここのところ見てもらうと、階段状になってますよね。で、階段状になっていて、ここの上にまた石を乗せて、その上に、さらに乗せるのがこういった化粧板、そしてその化粧板を今まさに削ろうとしている跡というのが、ここのところに残っている。王妃のピラミッドってそういった意味では未完成なので、考古的にものすごいいろんな情報を与えてくれる重要なもので、ここも私たち3次元でデータを取っています。まあ、これによって実際にピラミッドをどういうふうにして作っていったのかというのの、手がかりというのを非常に多く得ることができています。エジプト考古学者の河合幸雄です。今日は、皆さんをピラミッドの頂上まで、ご案内していきたいと思います。前回ですね、ピラミッドの北東の角80メートルに世界不思議発見のクルーと共に登り、そこにある奇妙な、洞穴のような穴をですね、私たちの、考古学チームが映像そして画像データから3次元化し、ピラミッド内部には実は充填剤という砂や瓦礫を入れる空間が、あるのではないか、そういう話をしていったと思います。で、2012年のことで、私自身はそういった何でしょう、ピラミッドに登るっていう機会は、本当にあれはラッキーなことだったので、もうないだろうなというふうに思っていたんですが、それから3年後の2015年にですね、再び世界不思議発見の方が新たに許可を取って、今度はピラミッドの頂上まで、登るという、機会を得ました。そして私ももちろん、彼らについてですね、ピラミッドの頂上まで登っていきました。80メートルの角、ちょうどこちら丸で、囲ったところが見えていると思います。ここがその場所、ある種ピラミッド内部、ピラミッドを人間の体に例えたらですね、そこのところに少し、メスを入れるような形で、中を覗き見るようにしたのが、こちらの空間ということになります。で、2015年2回目に登るときに私たちのチームが考えていたのが、ピラミッドっていうのは、特にこの大王朝時代のピラミッドっていうのは非常に良好な良質な形で残っているために、内部のその構造というのがよくわからないんですね。ピラミッドって外側をよく見て研究されます。ところが私たちが考えているのは、むしろピラミッド内部には、構造、内部構造なんでしょうね、これは中にステップ状の階段のものがあるとか、あるいはレイヤー状のものがあるとか、そういう話をしていたと思いますが、それが重要なのであって、それを知るための手がかりが、少しずつギザには残されているというふうに考えていました。その場所というのが、リージョン・オブ・インテレスト、ロイというふうに呼んでいた、場所になります。それがこの場所ですね。で、このロイ・リージョン・オブ・インテレストっていうのは、日本語では関心領域かなっていうふうに言う言葉で、考古学的にも非常に重要なアーケオロジカル・リージョン・オブ・インテレストと私たちは呼んでいるんですが、例えばピラミッドの頂上部、大ピラミッドのここだと上の部分が、今現在はなくなっています。本来はもっとピラミッドっていうのは高くて、一番頂上にはキャップストーンと呼ばれる、良質な、おそらくこれは石灰岩でできた、三角形の、なんでしょうね、火災石っていうのかな、それが載せられてました。で、後の時代の大王朝時代になると、金と銀の合成のエレクトロン、これのキャップストーンが作られて、それを人々が、ある種大きな、なんかこうイベント
ベントというか祭りというか儀式の中でピラミッドまで運ぶっていう、そういったレリーフなんかがアブシールのサフラン王のピラミッドの、参道から発見されていたりします。まあ、そういったものがただ失われてしまってます、ギザでは。ただ失われているがゆえに、上から見た時にピラミッドの内部構造というのがどうなっているのかというのがわかるわけですね。これがロイの一つです。あとはカフラ王、第二のピラミッドのそのカフラーには化粧板が残っていますが、その化粧板、これもやっぱり不思議ですよね。なぜか落ちないんですよね、この上の部分だけは。で、そのなぜ落ちないのか、どのようにして本体のピラミッドとしっついているのかっていうのを、このカフラーの化粧板と化粧板のその間の空間、ここを、撮影し、三次元化、してですね、細かく見ていくことでわかると。あるいは、メンカウラ王第三のピラミッドの北のところにはボコッとこう花が、開いてます。これは12世紀の、当時の、イスラムの大衆がですね、明治でピラミッドを破壊しようとした時に開けた穴になります。その後ですね、ハードバイスという、これはダイナマイトバンバンと使って爆破して、ピラミッド内部調査したという人の話が、あれはいつだったかな、出てきたと思うんですけれど、彼がまたここでダイナマイト使ってですね、ピラミッドの、あのメンカーラーのピラミッドの入り口探したっていう、そういう跡が残ってるんですが、これも、まあ、当然考古学者絶対こんなことは現代の考古学者しないんですが、ボコッとえぐれているがゆえに、そこの間を見るとですね、ピラミッド内部構造側面こう見えるわけですよね。これもすごく重要なロイだという、こういういくつものロイがあり、ここを、非常に細かく撮影、そして三次元化することでピラミッドの内部構造、そしてひいてはピラミッドそのものの建造方法について、分かるのではないかと私たちは、考えたわけです。そしてちょっと話を戻して、実際にクフ王のピラミッドを2015年に登りました。これは何度もよく聞かれるんですけれど、一体この、大きなピラミッド、現在の高さが約137メートルあるのかな、このピラミッドに登るのにどれくらい時間がかかりましたかって聞かれるんですけれど、これは登って降りるので2時間半ぐらいかかりました。実際に登って降りる、バッと降りる、登って降りるだけだったらもっと早いんですけれど、私たちは実はピラミッド一段一段測ってたんですね。現在クフ王のピラミッドっていうのは202段残ってます。で、こういった202段の石ですけれども、全部同じ高さの石が積まれているのかというと、実はそうではなくて、下の方は1メートル以上の巨大な石が、で上の方に行くと50センチとか小さな石が、で途中また1メートルぐらいの大きな石がということで、かなりばらつきがあるんですね。で、この石の段を測っていったのは、エジプト考古学者の、考古学の父と言われているイギリスのフリダス・ペトリという人なんですけれど、その他、ジョージ、ゴイノかなっていう人が測っただけで2回しか測られてないんですね。で、私自身も自分でもう一度ちょっと測ってみたい。で、その先人たち2人が測ったデータも実は微妙に違うので、それがなぜかも知りたかったので、不思議発見のクルーに頼んでですね、一段一段ちょっとこれ、測っていきましょうと。で、彼ら、いいですよとこう、OK してくれたんですけれど、なんか彼らの頭の中には、なんか数箇所測るのかなと思ってたみたいなんですけど、いや、私が全段測りますって言ったらね、一瞬みんなこう、フリーズして固まって、え?みたいになったんですけれど、まあ、ただそこで学術的な重要性を話をすると、本当不思議発見のクルーってこちらのその学術的な意図とかを組んでくれるので、じゃあそういう意義のあることだったら協力しましょうということで測っていきました。本当に大変だったんですけれど、最終的に登った、時の写真が、こちらです。本当にね、最後登った時には、古代エジプト人自身がどういう思いでここに立って、その景色を見ていたのかなとかね、いろいろ本当に
感じるものがあったんですが、まあ、同時にやっぱりこの辺りの記録を取っていこうということで、写真映像そういったものをこういう形で撮っていきました。で今その写真を撮ってくれている、私を撮ってくれたのはモーメンバードルさんっていうずっとお世話になっている、まあ、現地の超プロフェッショナルなエジプトのコーディネーターの方で、まあ、彼の本当に尽力によってピラミッドに登ることができたり、あるいはドローンを飛ばすことができたり、まあ、本当にものすごい丁寧な方なんですけどね、力を持った人で、まあ、彼が撮ってくれた写真になります。で頂上部にもやっぱりその古代人が残した何でしょうね、建設の足跡って残ってるんですよ。例えば下のところでも見たんですけれど、テコはやっぱり使ってます。こういったところでも巨大な石、これね、ここからまたさらにでかい石を積み上げてるんですよ。なんとなくイメージとしては下の方には大きな石があって、上に行けば行くほど石って小さくなるイメージがあると思います。ところが、ギザのこの大ピラミッドに関して言えば、ある一定のところで石っていうのがでかくなってるんですよ。何かこう、なんでしょうね、石、大きな石と大きな石をぐっとこうなんか凝縮させて、なんかこう、まあ、パッキングするような形なのかな。で一番上もすごい大きな石が乗ってたり、するんですけれど、そういうものをおそらく運ぶときに使ったこのテコ、ここでは2つ穴が開いてるので1つだけでは足りずに2つでテコを使ってグッてやったんでしょう。で逆にこういう、テコの場所を見ることで、どっちからどっち方向に石が運んできたのか、逆にどこから石がこう運ばれてきたのかっていうのが分かったりする重要な、跡になってます。はい。そしてもう一つ面白いのが、この201段目の中央部分っていうのがへこんでるんですよ。これも明らかに意図的になんかこうボコッと、へこんでいる、跡があります。なぜこれがこうへこんでいて、今度その202段目の方がそのへこみのところにドーンと大きい石が乗せられるように置かれている、これがなぜ、そういった形になっているのか、まあ、このあたりを理解するためにはやはり3次元データ考古的なデータというのが必要に、なって、きます。まあ、そのために写真を撮った、映像を撮った、まあ、こういったデータをですね、私の3次元チーム、工学チームの方に渡して、彼らが3D データ、生成してくれました。次回は実際にその 3D データを彼らが生成してくれて、そこからどういったことが分かったのか、これについて話をしていきたいと思います。はい、エジプト考古学者の河江幸則です。前回はピラミッドの頂上部まで皆さんをご案内、しました。ピラミッドの頂上部のデータというのを写真撮影してですね、まあ、そのデータで、私の工学チームの方が3次元データというのを作ってくれました。ちょうどその私の工学チーム、こちらに映ってます。この写真の方は関西大学ですね。まあ、私は名古屋大学なんですが、工学チームは関西大学、これ安室先生っていう先生、私のちょうど正面にいる、先生の研究室です。横にいるのは、これは数学者、数学の先生も私たちのチームなんですけど、ダン先生がいて、私の横にいるのが当時院生だった松下さんというね、彼頑張って本当に私が撮った画像映像データというのを用いて頂上部の3次元データというのを作ってくれたんですが、それがちょうど私が立っている後ろにスクリーンに映し出されているものです。これはこれで非常に重要なデータで、いろんなことが分かったんですが、まあ、見ていただいたら分かる通りに欠損箇所がありますよね。やはり私が立ってこう撮影するぐらいではデータ、まあ、撮り方も悪かったんですけど、写真の、まあ、データが、画像データが足りなかったんですね。一番いいのは、まあ、ちょうどこの映像で私がドローンを持ってますけど、ドローンを使って上からくまなくこうわーっとこう撮影をすると、頂上部の完全な形の3次元データを生成することができるわけです。まあ、ただ当時はドローンというのを使うのが大変難しかったです。これはやっぱりドローンが、エジプトの方では
軍事的な目的で使うことができるということで、アラビア語でこれスパイ飛行機っていうふうに言ったんですね。もうそのためにこれ持ち込むだけでもこう捕まってしまうとかいうかなり厳しい規制がありました。ただ、まあ、本当にいろんな偶然、幸運が重なって実際にドローンを使うことができました。これは最初の私の紹介ビデオの方でもご説明をしたと思うんですが、まあ、まず私の方が、アメリカのナショナルジオグラフィック協会のエマージングエクスプローラーというのに選ばれて、ちょうどその時に、世界不思議発見の30周年記念で不思議発見側が、まあ、何か大きなプロジェクトに支援したいと、まあ、そしてそれのちょうど前年前の年にエジプトにドローンの会社ができたんですね。まあ、そういった本当にいろんなことが重なって、ドローンを飛ばすことが、できた、わけです。本当にこれは、この時しか、できなかった、プロジェクト、でした。そしてそのドローンが撮った映像こちらの方になります。まあ、見ていただくと前回 の動画で見せたですね、頂上部の穴とか、あとへこみとか、まあ、そういったものが分かりますよね。頂上部ってこんな風になってるんです。でこの映像の他に私たちは画像もたくさん撮って、まあ、そういったデータから3次元データというのを生成し、そこから考古的に使える2次元の平面データというのを作り上げました。これは岩手県 のラングという会社、私たちのこれはチームのメンバーなんですが、まあ、ここ の千葉さんという方もいつもお世話になっているんですが、まあ、その千葉さん、が中心となってですね、データ処理をしてくれて、これが頂上部 のある種世界で初めての、詳細な、平面データということになります。でこれはもともとが3次元データなので、実際に何でしょうね、奥行き情報もあります。色で分けていますが、青い色というのがこれが200段目、そしてそこから今度緑色になって黄土色になって、茶色になる、みたいな形になっていますが、これによって奥行きのこの段差というのを表しています。201段目というのが、まあ、ピラミッド の頂上部の、まあ、主な現在の残されている部分で、最終的にはこの茶色の202段目が、ボコッと出たような形になって、いるわけです。でここから考古的な解釈というのが始まってくるんですが、私がここで知りたかったのは、まずは一体じゃあここのところ石が何個あってどれくらいの大きさなのかということで、まずこれ全部線画にしました。そしてナンバリングということで番号をつけていきました。でこの中でさらに私自身が疑問に思ったというか知りたかったのは、もともとの本来のピラミッドのこの201段目というのはどれくらいの大きさあったのかと、つまり言い方を変えればピラミッドの表面は、本来良質な化粧板が覆っていたんですが、その化粧板が、取れたのはどれくらい取れたのか、何かこう玉ねぎの顔を1枚ビーッとねめくるようにして化粧板だけがガラガラとこうめくれるようにして落ちていったのか、あるいは剥ぎ取られたのか、あるいはその化粧板だけじゃなくてそのもっと奥の石も一緒にこう外れてしまったのか、これは言い換えれば化粧板の作り方とも関わってきますよね。内部のコア構造の部分だけを作って最後に化粧板だけを乗せていったのであれば、その部分だけが取れるっていうのは分かります。まあ、ただ別の仮説によれば化粧板というのは最初からこう作っていて、後からこうこちらのところ生成していったのではないかとかね、調整していったのではないかというような話もあるので、まあ、実際に、まあ、そういった化粧板だけが取れるのかどうなのかというのは、まあ、私たち のピラミッド建造を知る中では重要な、ことだったんですね。でそれをどのように知るのか、つまりこの赤い枠点点点、これがここなのか、もっと外側なのか、あるいはもっと内側なのか、それを知りたかったわけなんですけれど、これは考古学的にというか、工学的にというか数学的にというか何でしょうね、算数的に、分かったということになります。まあ、私は全然そういう発想というかね、イメージが分からなかったんですが、これどうやって分かるか、こ
これを見てる方ってなんか想像できます。多分なんかね、数学とか好きな人、まあ算数でもいいんですけど、好きな人は思い浮かぶかもしれないです。これ中学校で習う算数の発想があればわかるんですけど、ちなみに私は分かんなかったんですけれど、まあ私のチームって何度も言う通りに、いろんなところに散らばってます。まあそれこそ上は岩手県から下は長崎まで、東京、関西とこうね、散らばっているんですけれど、まあ結構私のチームってコロナが始まる前から散らばっているので、夜な夜な、オンラインで、会議を、したりですね、まあ、あるいは、まあ、本当にネット上でやり取りするっていうことがすごく多かったんですけれど、これも私自身が、これどうやったら分かるのかなっていうので、あの時はメールか何かかな、でみんなに投げかけたんですね。これってどうやったら分かるんですかと。そしたらもう15分後ぐらいに答えが返ってきて、まあ、岩手のラングの千葉さんと、あと長崎のね、金谷先生、私一さんって呼んでますけれど、まあ、一番古くから一緒になって調査してくれる、まあ、一さんの方から答えが返ってきたんですけれど、その答えが、こちらです。相似を使います。英語で言うとシミラリティですね。上部の失われた部分のこの三角形、この下の部分の底辺というのがいわゆる現在残っている201段目の大部分、ここを知りたいわけです。でこの三角形とピラミッド全体、この三角形というのは大きさが違う2つがいわゆる相似関係にある、似てますよねと、まあ、同じ形形状ですよねと。すると、高さとこの底辺部分の、比率というのは同じですよねという、その計算式がそのまま書いてます。結果、13.64m ということで残された、跡というのはちょうど化粧板が1枚剥ぎ取られたような、跡だったのが、分かったわけです。この 13.64m というのがちょうどねこちらの方に書いていますが、これは古代エジプトでいうと26キュービットというようなことになります。これ別の動画でもちょっと話をしていましたが、古代エジプトはキュービットっていうのを使います。1キュービットっていうのがこの時代は 52.3 から5ぐらいだったかな、まあ 52.5 センチで通常計算するんですけれど、結構でかいんですよ、これ。身体尺ってこれ呼ばれるんですけど、通常、なんでしょうね、指のここから肘の部分まで、肘のこの、先端までって言うんですけれど、これでも 52.5 もないんですけどね、私でね。これちょっと変わってるでしょ。これキュービットを表している、物差しなんですよ。こういうのがね、これ私の恩師の先生にもらったんですけれど、こういうのがで、ここで見ても、ね、絶対足りないんですけれど、エジプト人どんだけ長いんだって思うんですけれど、ちょっと不思議な身体尺になっています。ロイドキュービットでこれで表すと、あの場所っていうのがだいたい26キュービットということになります。で今度ですね、こちらの方のデータを使って、これは2次元データではなくて3次元データなので、ここから3次元的にさらに様々な解釈というのを、私たちはしていくことになります。これは、次の動画で説明したいと思いますので、引き続き楽しみに、しておいてください。よろしくお願いします。エジプト考古学者の河合です。今回がこの大ピラミッドシリーズ、今まで内側と外側を説明してきましたが、最後になります。まだまだお伝えしたいことっていうのはいろいろとあるんですけれど、こちらのところで一区切りということになります。また続きでですね、外側の神殿であるとか発見されたものとかカフラーとかね、続くピラミッド、メンカウラー、ギザのこともいろいろとお伝えしていきたいと思いますが、クフのピラミッド本体に関してはこちらが最後です。で前回話したのがちょうどこの頂上部分に登った時の、写真とかですね、そして映像、ドローンで撮ったものをお見せしたと思います。そして、こちらの方もお見せしましたね。私たちの、工学チームによってこの頂上部のデータを取り、これがもともとは 13.64、 古代エジプトでいうと26キュービットというね、広さがあって、化粧板だけが実は剥がれ落ちて、しまったというのが分かるんです。
でこの後私たちがどういった調査をしたのかというと、まあ、あの石材量なんかも大体大まかにあの調べました。どれぐらいの量が残っていて、どれぐらいの量が失われたのか、まあ、それで考えると外側だけで 30% ぐらい実は石灰岩結構ありますよね、のものが、失われていて、残っているのが、こちらの方が 68.95 ということで 70% ぐらいのものが残っていると。そしてここからまたさらに研究というのが続いていくんですけれど、このデータっていうのは今画像でお見せしていますけれど、実際には3次元データということで、何でしょうね、ぐるぐる動かしたり、バサバサこうね、断面的に切ったりすることができるわけですよね。こちらのところをまず私が知りたかったのは、どういった形で石組みがこれ載せられているのかということで、断面切りました。ズバ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 と。で、切ってですね、その断面というのを表したのがこの横になります。見てもらうと面白いのが、やっぱりこれ、なんでしょうね、綺麗に水平取ってないんですよね。ところが、上の部分とこの下の部分だけは綺麗に水平になってます。で、中央のものっていうのは結構意外とガタガタなんですよね。で、これをさらにもう一度別の形で、断面取ろうということで、ぐるっと動かしてですね、またズバッと切ってですね、そこからまた、断面というのをバン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 と表したのがこちらです。で、これを見ても、やっぱり上と下のところだけがまっすぐで、真ん中のところが凹凸があるような形になってます。上のところは見てもらうとなんかボコッと浮き出たような形になってますが、これは202段目の石がちょっと被ってしまっているのでそう見えてますけれども、実際201段目だけ見るとやっぱり水平になっているのがわかります。そう考えるとピラミッドのこの頂上部っていうのはこの赤い枠の部分、外枠だけが綺麗に平面を取られていると。まあ、何か何でしょうね。骨組み構造みたいに。で、内側のものっていうのはそこまで平面きっちり取っていないというのがわかるわけです。おそらくこの外側の部分はこれ裏張り石っていうふうに呼ばれるものです。先ほどお話ししましたが、化粧板がだけが綺麗に剥がれ落ちてるわけです。そのためにこの外側というのは裏張り石ということで、化粧板の裏にある石、それが今現在もピラミッド表面階段状に見えて、いるわけですよね。これを古代エジプト人はやっぱりカチッと作って、いる、わけですよね。あとこの断面のところから分かったのが、やっぱり中央部分っていうのがこうへこんでるんですけれど、この中央部分はおそらくこちらで、これ大雑把なレイアウトなんですけれど、見るような形でレゴをなんかこうはめ込むようにして凹凸状にして、これは石をはめ込んで下と上の石材というのを安定させていたのではないか。つまりピラミッドってやっぱり単純に石を積み重ねていったような、そういった建造物ではなく、充填材っていう瓦礫とか砂を入れていたり、あるいはその裏張り石っていうところはしっかりと水平をとって骨組み状態にしていたり、あるいは中央のところはレゴの凹凸、これをはめ込むような形にして安定させようとしたりということで、いろんな当時のこう、なんでしょうね、知恵とか工夫とかが入って、作られたものというのが、まあ、こういったデータのところから分かるわけです。やっぱり考古学って基本的には現場事件 の、 現場検証ということで、データを取ってそこからやっぱりこう解釈、解析していかないと、いけないわけです。で、今まで私たちが取ったそのデータというのは、こちらですよね。まず頂上部分、これっていうのを3次元化、して、これをバンバンバンとこう切ったりね、3次元的に、解釈をしようとした、わけです。あとその前に3次元化しようと3次元化したのが北東の角80メートルのところですよね。で、
当然ながら私たちがやりたいのはもうピラミッド全体を三次元化したかったわけです。それをするデータというのも実際に今度は2016年、17年、そして2018年という3年かけて取ったんですけれど、データ量というのがあまりにもあったため、当時のいわゆるその通常のコンピューターとかでは解析が非常に難しかったんですね。そこで実際に私たちが行ったのはクラウドファンディング。まあ、本当にこの場を借りてもう一度クルーになって、くれた皆さんにお礼を言いたいなと思いますが、まあ、本当に多くの方にご協力いただき、まあ、お金を集めることができ、その、資金でですね、解析をすることが、可能になったわけです。私たちはちなみにこのクラウドファンディングに協力をしてくれた方を何でしょうね、船乗りの中で、イメージを持ってクルーっていうふうに呼んでいたんですけどね。まあ現在古代エジプトっていうのは特にこの広告時代いろんなことが今分かりつつあって、これもまた別の動画で展開していきたいなというふうに思うんですが、実は、いろんなところに探検に行ったり、あとは海とかナイル川とか川を使った実はナビゲーション、航海、これを用いて、世界というのを広げていたということが、分かりつつ、あります。で、まあ、このクラウドファンディングの協力を持って、私たち、このデータの方ですね、実際に作り上げたデータというのが、こちらになります。見えるかな？こちらのところ。バンと動いていく小さいものから、わっとなってますよね。これ全部きれいになってます。ここだけで見ると小さく見えるんですけど、これも石一つ一つが全部見えるような、これはデータです。これが本当にある種世界初の大ピラミッドの詳細な平面データ、になります。当然ながらこれは立面データもあり、先ほどのように断面バンバンバンとどこでも切ることができるということになっていて、現在私自身はこの中でメンカウラを第3のピラミッドのデータを用いて、ピラミッドのその内部の構造体というのの、今論文をちょうど書いているところです。これはまた発表されたらですね、こちらYouTube の方でも、まあ、どういったことが分かったのか、詳しく、ご紹介していきたいと、思います。まあ、こちらで、大ピラミッドの方が一区切りと、いうことになります。結構長いシリーズで説明をしていったんですが、まだ他の動画見ていない方はぜひ以前の動画も見てですね、私たちの調査含めてご理解いただければなというふうに思います。はい、大ピラミッドを極める、いかがだったでしょうか。まあ、最初の時にねブワッとアップしたものではあったんですけれど、見逃された方もいたんじゃないでしょうか。改めて見てみると本当にね、自分で言うのは何なんですけど、結構濃い内容を話しているんじゃないかなというふうに思います。今年はさらにですね、カフラーのピラミッド、メンカフラーのピラミッドと、またピラミッドシリーズをどんどんアップしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。そして、ここでですね、ようやく私たちのスタッフの神様の名前が決まったので発表したいと思います。アヌビスとバステトという犬と猫になりました。犬の神、山犬の神であるアヌビス神、そしてバステト、バステトというのはこれは猫の神様ですよね。愛と美の神ハトフル、まあ、これとも関わって、後の時代には愛の神にもなるんですけれど、酒なんかが好きっていうね、もしかしたらバステト酒好きなのかなっていう感じですけれど、この神々とトトシン、クヌムシン、行きたいと思いますので、今年もよろしく、お願いします。もしかすると今年神様が増えるかもしれませんね。お願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。これからもですね、どんどん、古代エジプトの良質なコンテンツというのを、まあ、様々な角度から、上げていきたいと思いますので、チャンネル登録、そして、いいねボタンよろしくお願いします。